昔、ある山奥に、キコリの夫婦が住んでいました。山奥の一軒家なので、毎晩のようにタヌキがやってきて、いたずらをしました。そこでキコリは罠を仕掛けました。ある月のきれいな晩のこと、おかみさんは糸車を回して、糸を紡いでいました。 キーカラカラ、キーカラカラ、キークルクル、キークルクル。ふときがつくと、やぶれ障子の穴から、ふたつのクリクリした目玉がこちらをのぞいていました。糸車がキークルクルとまわるにつれて、ふたつの目玉もクルリクルリとまわりました。 そして月の明るい障子に糸車を回す真似をするたぬきの影が映りました。おかみさんは思わず吹き出しそうになりましたが黙って糸車を回していました。それからというものたぬきは毎晩毎晩やってきて糸車を回す真似を繰り返しました。いたずらもんだがかわいいな。 ある晩、小屋の裏で、キャーという叫び声がしました。おかみさんがこわごわ行ってみると、いつものたぬきが罠にかかっていました。かわいそうに、罠になんかかかるんじゃないよ。たぬき汁にされてしまうで。おかみさんはそう言ってたぬきを逃がしてやりました。やがて山の木の葉が、 落ちて冬がやってきました。雪が降り始めると、きこりの夫婦は村へ降りていきました。春になってまたきこりの夫婦は山奥の小屋にもどってきました。戸を開けたとき、おかみさんはあっと驚きました。板の間に白い糸の束が山のように積んであったのです。 その上、ほこりだらけのはずの糸車には、巻きかけた糸までかかっています。はーって、不思議な、どうしたこっちゃ。おかみさんはそう思いながら、土間でご飯を炊き始めました。すると、キーカラカラ、キーカラカラ、キークルクル、キークルクル、と、 糸車の回る音が聞こえてきました。びっくりして振り向くと、板戸の陰から茶色の尻尾がちらりと見えました。そっとのぞくといつかのタヌキが上手な手つきで糸を紡いでいるのでした。タヌキは紡ぎ終わると、今度はいつもおかみさんがしていた通りに束ねて、 わきに積み重ねました。たぬきはふいにおかみさんがのぞいているのにきがつきました。たぬきはぴょこんとそとにとびおりました。そしてうれしくてたまらないというようにぴょんぴょこおどりながらかえっていきましたとさ。